どうも iPhone 大好きマグロで働くお兄さんことマグニーです。本日はですね、iOS8 の Tips ということで、標準の写真アプリ、要するにカメラロールが今まであったやつですね、なくなっちゃいましたけれども、今後また復活する予定らしいですよ。写真アプリ内で実は写真を編集できるんですけれども、今までもね多少の編集はできました。 iOS8 になってこの編集機能が大幅に改善されているんです。写真アプリの編集について少し見ていきましょう。はい、こちらをご覧ください。じゃあ一つを選択しますね。ね、こう左下はですね、こうシェアシートですね。シェアシートも進化しました。いろんなところにシェアができるようになりました。右上の編集ボタンです。こっち押すと、まあ、背景が暗くなってですね、写真だけになりましてですね、この赤目補正じゃないですか、これ赤目をタップで赤目補正ですよね。こちらはね、自動的に色をね、最適化してくれるってやつですね。エヴァーノートの色がいい感じになります。おしゃれになります。下にあるこの4つなんですけど、こいつらが編集の要でですね、左、こちらね、トリミングですね。で、画像を回転させることもできますし、トリミングさせることもできると。で、角度を変えることもできたりするわけですね。こうやってぐるーっと。はい、トリミングで、次が、フィルターですね。フィルター、いろんな色に変更できます。次に、色を変えるものですね。写真のこれも光源か、露出とか、そうですね。この辺を変えるものがあります。まあ、選択すると、こうやって、選ぶことができますということですね。まあ、他にもね、このライトではなくって、色を変えるところであったり、白黒の設定を変えるところであったりが、存在して、結構標準のアプリでもいろんなことができるなっていう印象です。続きましてね、この肝心なところなんですけども、この、3点リーダーみたいなのをタップすると、このようにサードパーティー製のアプリがね、出てきます。この iOS8 の写真アプリに対応しているサードパーティー製のアプリであれば、ここに表示されて、それを利用して写真の編集ができると。さらにその編集した状態でも写真アプリに返ってくることができると。ちなみにですね、これカメラプラス、今ご覧ください、こちらにありますけれども、これカメラプラス立ち上げますね。そうすると、実はですね、これカメラプラスが立ち上がってるわけではなくって、カメラプラスの、写真アプリの特別なレイアウトで、編集を今している感じでございます。で、まあこのまま完了しますよね。そうすると、まあ、自動的にですね、こうやって、写真アプリの先ほどの編集画面に戻ってきます。今までね、カメラプラスで編集しようと思えばですね、写真アプリからではなくって、まあ、できたんですけれども、なんて言うんでしょうか。一旦ですね、カメラプラスで編集して、カメラプラスで保存して、なんか、こう、アプリとアプリが切り替わるみたいな動作になって、まあ、いろいろね、ちょっとめんどくさいことがあったんですけれども、このように iOS 8になってくるんですね、対応したアプリだけですけれども、すごいシームレス、写真アプリで保存されると。で、しかもですね、ご覧くださいね、これね、変更内容を破棄ってやるとですね、ほら、わざわざアプリ使って、かけた加工を、帳消しにすることができると。今までなんでこれができなかったのっていうぐらい、すごい素晴らしいことですよね。はい、今ですね、ビデオフォルダを開きました。写真だけではなくて、なんと、動画も編集できるんです。今まではトリミングとかはできたと思うんです。新しい iOS8 の写真アプリではですね、右上のこの点々、3点リーダー、これ押すとどうなるのか、なんと、サードパーティー製のアプリを開けるようになっております。動画でもできるんですね。このその他っていうところを押すと、どのアプリを表示させるかを選択できます。まるでシェアシートのようですね。iMovie ですよ、皆さん。私の大好きな iMovie がなんとここに存在しておりました。この 8mm もね、一応ね、いい感じの編集ができるアプリなんで、まずとりあえずね、iMovie 見に行きましょうか。iMovie といえばですね、皆さん、おっと、このようなレイアウトになりましたが、iMovie といえばですね、iOS8、iPhone6、6 Plus が標準でインストールされております。標準の機能として考えても問題なさそうですね。一つの動画に対しての編集なので、まあ、トリミングと、ここにあるトリミングね、トリミング、そしてフィルター、はい、そしてタイトル。タイトルを入れることができますよ、こんな感じです。で、音楽を挿入することもできます。BGM ですね。皆様の iTunes ライブラリに入っている曲しか選択できませんのでご注意ください。このようにサウンドのオンオフも可能ですね。はい。で、この完了ってやると、ムービーの書き出し中ってなって、写真アプリに戻って保存されるということになるんですけども、今回一応ね、キャンセルしておきましょう。はい、このようにですね、なんと、標準の写真アプリからですね、皆さんが大好きな iMovie を起動して、多少の編集ならできるようになっているということですね。これはびっくり。ついでにですね、8mm で加工するとどうなるのかっていうのも見ていきましょうか。8mm。
はい、あ、同じレイアウトですね。アプリに飛んでいるわけではなくて、写真アプリ内で、サードパーティ製アプリの編集機能を使っているというような形ですね。アプリが対応しないといけないんですよね、きっと。はい、ね、ここでですね、この、はい、すごい、フィルターかけれます。あーすごいですね。 8mm のいいところがこうやってちゃんと出ています。で、比率もね、アスペクト比も変更できますね。今ご覧いただきましたように、標準の写真アプリで、かなりいい編集ができるようになっていましたよね。標準の写真アプリで iMovie を立ち上げれるっていうところにびっくりして、今回このように動画を撮らせていただきました。ぜひ iOS8 ユーザーの方はやってみてください。というわけで本日の動画は以上です。こちらは私が最高の編集、動画編集アプリだと思っている iMovie のレビュー動画でございます。でも実はですね、こちらでご紹介している iMovie は旧バージョンのものになりますので、何の参考にもならないということだけ、頭に置いてぜひご覧ください。そしてこちらではですね、相田光代風の写真加工ができるアプリ、 PC の方はこちらをクリック、スマホの方は下の概要欄に、リンク貼っておりますので、そちらからぜひご覧ください。あとチャンネル登録もお忘れなく。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。 Thank you.